どうも皆さんこんにちは、チャックバズです。本日は ANA アメックスゴールドの、ね、入会キャンペーンが7月からねまたさらに、マイル数がアップしたということで、今回激アツということで、紹介していきたいと思います。でですね、何度か顔を出してですね、撮ったんですけども、あまりの情報量が多いんで、今回はねこんな感じでテキスト動画でお送りしていきたいと思います。で今回の動画では2019年7月から始まった ANA アメックスゴールドの入会キャンペーンを徹底解説していきたいと思います。で ANA アメックスゴールドの今回のキャンペーンで得られる ANA マイル数なんですけども、最大で83,000マイル、83,000マイルってやばくないですか。今回はね、最後の方にねこの83,000マイルがどのぐらいの、マイル数でね、どういう路線で利用できるかっていうのもね紹介していきたいと思います。目次として ANA アメックスゴールドの基本スペックから、 ANA カードを持っていない方はね、まずマイル友プログラムという ANA がやってる、お友達紹介みたいなのを、利用してね発行するのがおすすめ。入会はねこのアメックスゴールドの方でも既存会員からね入会した方がお得となっております。で最大83,000マイルでどこまで行けるかというのもね最後に紹介していきたいと思います。で私はですねリクマイラー今3年目ですね。1年目はまともに活動しておりませんでしたので、今現在2年目となってますね。実質2年目みたいな感じですね。今現在ね2019年7月現在ですね、いやちょっと画像はですね14万マイルで出てますけども、今現在は8万マイルぐらいですね。今現在も動画にしておりますけども、今ダイヤモンド修行中でね、保有マイルはねスカイコインに変えたりとか、あとはですね海外発券を今利用しておりまして、ダイヤモンド修行ルートで、その往復で ANA マイルで使っていったりとかですね、また動画にもしますけども、この先ねちょこちょこ、修行も含めてそれ以外もね旅行とかでもですね ANA マイルを利用してますんで、今現在は8万マイルぐらい保有しているという感じですね。で、ANA アメックスゴールドの基本スペックいってみたいと思います。で、本会員の年会費が31,000円過去税抜き、これはですね今回の、ANA アメックスゴールドを紹介で、発行されてもですね確実にかかってくる年会費です。要は31,000円は絶対かかってしまうっていうのが唯一のデメリットですね。31,000円の年会費高いですよね。でもこれだけはね確実にかかってきます。でそれ以外はね ANA マイルに行手数料とかねポイントの有効期限等々もなく、でカード継続のマイルというのはカード更新ね今年発行されると31,000円年会費取られて、それがね2年目以降、解約するかしないかは人それぞれあると思うんですけども、されない場合はさらに31,000円ね年会費更新でかかって、その時に31,000円の引き換えに2,000マイルがもらえるというものになっております。で ANA のフライトボーナスが 25%、カードラウンジが利用可能、カードラウンジはこちらゴールドカードですので、当、YouTube でもね紹介しているパワーラウンジですね、羽田空港ですとパワーラウンジ、その他、カードラウンジですね、中部国際空港セントリアとかだと、ビール飲み放題のラウンジもねこちらのカードで入ることができます。で手荷物宅配サービス、こちらは、成田空港から、中部成田とかですね、空港から手荷物をスーツケースね1個無料で送ってくれるというサービスになっております。で次です、ANA クレジットカードを初めて発行されるからは、マイトムプログラム利用がおすすめしますということで、 ANA のねカードを初めて保有するっていう方、これから初めて ANA カード発行される方限定なんですけども、既存会員の方はね紹介番号 URL 名前を発行して、発行するとですねそれだけで、ゴールドカードの場合はそれだけ2000マイル追加でもらえます。2000マイル追加でもらえるってすごいですよね。これもしこれからねこのキャンペーンもそうですけども、これ以外でもねもし ANA カードを初めて発行されるっていう方は確実に、マイトムプログラムね利用して紹介、発行しましょう。ただ単に入らなかった、紹介で入
発行しなかったらただ単にもらえないだけっていうデメリットしかないのでね、これは、完全に利用して発行されることをお勧めします。で次です、アメリカンエクスプレスのクレジットカード入会は紹介で入会した方がおすすめ、まあ、基本的に ANA じゃなくてごめんなさい、アメックスのクレジットカードって、基本的に既存会員の方から紹介された方が得点が多いです。まあ、基本的にっていう言い方したのはですね、昨年あったんですけども、当 YouTube でもね、紹介した ANA ゴールド、アメックスゴールドですね、アメックスのゴールド、アメックスのゴールドですね、昨年まで紹介で入会すると、初年度年会費無料とかやってたんですよね。まあ、今ちょっとね、規約が変わってしまって、今現在は、残念ながらね、やってないんですけども、そういうのがあるので、まあ、基本的にっていうのはたまに普通に入会したりキャンペーンで入会した方がお得だったりしますけども、基本的には紹介で入った方がおすすめです。で今回のこの ANA アメックス、クレジットカードもですね、紹介で入会した方が確実にお得です。でこちらもね、最大で8万3000マイルね、もらえるキャンペーンね、やってますんでね、こちらも積極的に狙っていきましょう。で、キャンペーンの詳細ですね。まず、既存会員の紹介で入会する。2つ目、クレジットカードを利用する。で、利用額に応じて、ポイントがもらえる。で、利用額、詳細です。最大8万3000マイルもらえるには、まず入会3ヶ月以内に、1万円で2000ポイント。入会3ヶ月以内に20万円で1万8000ポイント。入会後3ヶ月以内に60万円で3万2000ポイント。で60万円決済したと同時に60万円の通常ポイントが6000ポイント入ります。でさらに続きます。で、こちらが、昨日ね始まった、2019年7月から始まった新しいキャンペーンですね。で ANA ゴールドキャンペーンで最大で2万3000マイルがプラスでもらえます。これを全部足して、8万3000マイルっていう計算になりますね。こちらのキャンペーン見ていきます。まず1にゴールド、ANA のゴールドカード発行で5000マイル。2に、7月19日、今年の2019年7月19日から11月30日間で50万円の利用で1万5000マイル。で、ファミリーマイル登録で1000マイルということになっています。まあ、要は、先ほど言った ANA アメックスゴールドの既存会員からの発行のポイント条件ありましたね。それと一緒、一緒っていうかまあ被るんですよね、要は。ですので、特に追加でどうのこうのっていうよりかは、追加でなんか支払いをしなきゃいけないっていうよりかは、ただ単に、キャンペーンが重なったみたいな印象ですね。でも注意事項が最後にあります。この、プラス2万3000円の、キャンペーンはですね、新規で入る人だけなんですよね。要は最初に説明した、マイトモプログラムってあったじゃないですか。既存会員の人から、紹介で ANA カード発行する場合、初めての方だったらマイトモプログラムっていうのは利用できます。ですけども、あれも初めて ANA カード作る人限定。で今回のこの2万3000追加でもらえるキャンペーンも新規の人限定なんですよね。ですので今現在 ANA マイル ANA のねカードを持っている方はこのキャンペーン対象じゃないので、それだけね気をつけてください。で ANA スーパーフライヤーズカード本会員の人ももちろん対象外です。まあ、私も対象外っていうことですね。で ANA カード1枚でも持っている方は対象外になってしまうで気をつけてください。でこの2万3000マイル ANA のキャンペーンって絶対あるんですけども、絶対エントリーが必要なんですね、 ANA のキャンペーンって。まあこれは何を意図しているのかちょっとわからないんですけども、確実にエントリーが必要です。これもう毎回なんで覚えておいてください。ANA のキャンペーンはね、確実にエントリーしないと、対象にならないということで、まあ落とし穴みたいな感じで、せっかく使ったのにもらえなかったらね、本当に意味がないので、キャンペーンエントリーね、確実にしましょう。で、最後にね、8万3000マイル、初めて ANA カードを作る方でね、
すべての条件を満たして50万円使って最大8万3000マイルでどこに行けるか。8万3000マイルですかね。ANA8 万3000マイルあれば、実は東京ニューヨークのビジネスクラスの往復が取れます。ビジネスクラスの往復すごくないですか。まあ、もちろん50万円使うんですけども、まあその50万円使うっていうのも、まあ、別に無駄なもん50万円買うわけではなくてですね、最悪、Amazon ギフト券とかそういう二次利用できるようなねものを使ってもこのポイントっていうのはもらえますので、で東京ニューヨークのビジネスクラスの往復って基本的に100万超えてくるんですよね。まあ安くても80万とか70万とかそういうレベルの値段の、旅券がですね、このキャンペーンだけで取れてしまうんですよね。まあ、一応カッコローシーズンっていうのを話に書いてあるんですけども、ANA のレギュラーシーズンの東京ニューヨークって8万5000マイルなんですよね。あと2000マイル足りないんですよね。ですけどもローシーズン、まあ、閑散期と呼ばれる1月とか2月とかそういう閑散期であれば8万マイルで利用することが可能です。ですので、まあ、プラス 2000マイル貯めてね、レギュラーシーズンで行かれるのもいいと思いますし、もうちょっと貯めて、クリスマスとかね、ニューヨークのスペシャルハイシーズンに行くのも一つの手ですね。まあ、ニューヨークのビジネスクラスで往復できるってなれば、まあ、片道12時間以上ニューヨークはかかるんですけども、そのフライトもね、楽ちんです。で、あとですね、国内で、利用する場合、まあ、羽田那覇がね、一番分かりやすいかなと思って出しておりますけども、1人8000マイル、1万8000マイルなんで、まあ、大体4往復ぐらいはね、できます。それでもお釣りが来るぐらいですので、まあ、パートナーの方とか、ご夫婦とかでね、行かれても、2回羽田、那覇、旅行できるんではないでしょうか。で、まとめです。今回の、キャンペーンですね、ANA カードを持っていない方は、マイトモプログラム経由で発行ですね。まあ、今回のキャンペーン自体も ANA カードを持ってない人が対象ですので、まあ、それだけ気をつけておいてくださいね。で、キャンペーン、マイトモプログラム登録後、既存会員の方から紹介で入会。で、主催のキャンペーンを、利用する方は、ね、確実にエントリーいたしましょう。で、その後、入会後ね、60万円を利用する。で、Amazon、過去 Amazon ギフト券でも OK ということで、まあ、二次利用できるものでもね、今回のキャンペーンは、ポイント自体は獲得できますので、まあ、そういうね、利用の仕方も全然 OK だと思いますし、これからなんかね、大きい買い物を控えている方はね、そちらで利用するのもありだと思います。まあ、今回の動画はね、ちょっと、情報量が多かったのでテキスト動画に、ね、させていただきました。この動画が役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。